南の繁華街、道頓堀南とは、大阪府大阪市中央区の南波、道頓堀、千日前を中心とした繁華街の総称である。その範囲の一部は、何枠にもまたがる。梅田、北、新地を中心とした北と並ぶ大阪の二大繁華街の一角をなす。恵比寿橋と道頓堀川沿いのネオンサイン南の夜景。中心に見えるビルは、 スイスホテル南海大阪震災橋筋商店街、島之内、道頓堀、千日前、南馬といった地域に広がる繁華街の総称で、これらが一体的かつ広域的な巨大商業エリアを形成している。観楽街の東震災橋南部、宗江門町、老舗百貨店の大丸や、ラグジュアリーブランドの路面店が多数集結する高級繁華街の震災橋、 若者の街、アメリカ村を包含する、西新西橋、雑多な雰囲気を持ち、大阪グルメを中心とした、飲食店が多数集積する道頓堀、千日前、南波北部、南波千日前、高島屋、南波パークス、南馬シティなど、ターミナル駅直結の大型商業施設が立地する、南波南部、南波中など、同じ南でもエリアによって、雰囲気や性格が異なる。 これらの地域は、大阪市の中心業務地区である船場の南側に位置することや、大半が、かつて存在した南区の区域にあたることから、南と呼ばれている。一般的に、道頓堀通りを東西基軸、震災橋筋を南北基軸として、北は長堀通り、南は南海南馬駅、西は西横堀川もしくは四つ橋筋、東は、 堺井筋までを指すことが多い。南という用語はメディアや行政などでも用いられる機会が多いが、具体的に明確な地理的範囲の定義があるわけではない。繁華街は長堀通り以北の南千葉西横堀川伊勢の堀江、堺井筋等の黒門市場及び堺井筋沿いの田々、タウンとも隣接しており、最も広範に捉えた場合には、西区にもまたがることになる。 また南というと雑多な繁華街のイメージを持たれるため、高級繁華街として、ブランドイメージのある震災橋を南に含めないことも、ある。このように人によって、南の差し示す範囲が多少異なることがある。以前は客引きが多く、2004年10月時点で、客引きが約260人いたが、改正迷惑防止条例が2005年12月1日に施行されてから、 数人足らずと一桁台にまで激減した。また2006年2月1日からは、繁華街などに存在する無料案内書の派手な看板、写真などを規制する、全国初の風俗案内書規制条例が施行されるなど、買い物がよりしやすくなった。しかし、2011年頃から、 不況で風俗店などへの客が減少したことなどもあり、再び違法かつ迷惑な客引きが横行するようになり、多数の苦情が寄せられるようになっている。近世初期、大阪城下の南端だった道頓堀に芝居小屋ができると、対岸の島の内南部には有利ができ、この有利が南と呼ばれた。その後、城下各所に点在していた有利は下船上の新町遊郭に統合された。 しかし、以降も、島の内南端の宗江門町、道頓堀の黒江門の町と、矢倉町、その南東の坂町、同じく南西の南馬新地などに続々と有利ができ、これらは総じて、南地がおかと称された。船場と道頓堀に挟まれた島の内は、北部は職人町として、船場と共に城下の中枢を担ったが、色町となった南部は、 船場の商いころに対して行き所と呼ばれた。新災橋筋は新町遊郭と道頓堀を結ぶ道路として発展し、小売店が立ち並ぶようになった。近代以降、形状や墓地であった千日前にも繁華街が広がり始め、南波駅や港町駅が開業すると一気に拡大した。 東西方向南北方向施設や地下鉄の駅が多数集積する南馬駅がターミナル駅としての役割を持っており、南馬駅は大阪市内では大阪、梅田駅に次ぐ利用者数を誇る。特に南海南馬駅は関西国際空港の利用者が多く利用するため、南の玄関口として機能している。ありがとうございます。